侍先生チョリースなんてね、本当のギャルでもそんなに使わないはずのギャル語を連発する幸子のことを、ひょっとしたら自分たちと同じで幕末から平成の世にタイムスリップしてきたのかもと思った錦戸亮を演じる武智半平太と神木隆之介扮する坂本龍馬の二人、でもね、実際はそうではなくて、幸子の正体は本来は名門女子高校に通う清楚なお嬢様なんだけど、半平太や龍馬が世話になってる佐伯家のドラ息子藤井流星扮する佐伯虎之助に危ないところを助けられて一目惚れで、猛研究の末に虎之助の前だけでは彼好みのギャルになりすまして、ガールフレンドの座をゲットしたっていう、なんともけなげな女の子ね。で、そんな赤木幸子を演じているのが黒島結菜。今年2015年の NHK 大河ドラマ花もゆでは高杉晋作の妻の役で時代劇に初挑戦。それにカルピスウォーターの CM 出演も話題となった18歳の注目の若手女優。まあ沖縄出身でもあって黒髪のイメージが強かったんだけど、それをガラリと覆したギャルメイクで登場。明るいメッシュ入りの長髪ウィッグをかぶって、つけまつげとアイラインで瞳を強調。最初はね、誰だかわからないくらいでね。で、ちなみにそんなメイクのことも含めて、今回の役どころに関して黒島結菜自身は公式サイトのニュースでこんなコメントを。つけまつげに関しては2回目なんですけど、ロングヘアも茶髪も今回のメイクはほぼ全部が人生初です。鏡を見た時は、あ、意外と大丈夫だって思いました。もっと似合わないのかなと思っていたので、自分でもびっくりです。こういうメイクは役でしかできないので、期間限定で思う存分楽しみたいです。例えばこの格好で何か自由にできるとしたら、ギャルの子たちと5人くらいでディズニーランドに行って、みんなで自撮りとかしてみたいです。普段の私が絶対やらないことなので、何か新しい発見がありそう。それと今回は幸子と同じように、私もギャルの言葉遣いなどを研究していきたいです。実は友達に今回の役について報告したら、ギャルの心を教えてあげるよ、私こう見えて意外とギャルだからって言ってくれたんです。恋愛した時に女子としてすごく頑張るとか、そういうギャル精神を勉強して演じてみることで、私自身の女子力も上げたいです。皆さんには普段とギャルになりきっている時の幸子のギャップ、黒島結菜の新しい変化を楽しんでいただきたいです。それから錦戸さんとは昨年10月クールの TBS 日曜劇場ごめんね青春に続いて2度目の共演ですが、フラットでマイペースな方という印象があります。謎めいた部分も多いので、今回の撮影でもっと仲良くなって謎が全部解けたらなって思います。私はあまり自分から人に話しかけるタイプではないんですけど、今回はちょっと頑張って話しかけてみようかなと思います。ところで、私自身がタイムスリップしてみたい時代に関しては、過去なら恐竜時代、この間映画ジュラシックワールドを見て、私もあんな風に逃げ回ってみたくなったんです。未来だとしたら宇宙旅行とかできるような時代がいいですね。でも自分自身の過去や未来にはあんまり興味がないです。特にやり直したいと思う過去の出来事もないし。なるほどね。で、ところで公式サイトにはね、幕末からタイムスリップしてきた半平太が、平成という時代がいかに異国の文化に毒されバカ騒ぎしているだけのものであるかを、元の世に帰った時に同志たちに伝えるために見聞きしたものをしたためている武智半平太日記なるものもあってね。例えば11月7日幸子という娘が山賊でないことが明らかとなった。しかし聞くところによると、この平成の世の渋谷周辺には山賊ではなくヤマンバがつい最近まで大量に生息していたという。確かに江戸よりさらに昔に端を発する渋谷の道玄坂の呼び名は、そこを根城にしていた大和田太郎道玄という山賊に由来するらしいが、まさかこの時代にヤマンバまで出没しておったとは。渋谷とはまっこと恐ろしい場所である。
まあなかなか楽しい。うん。ということで、何はともあれ侍先生、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。